はい、たい焼きの話です。たい焼きの話、私はね、たい焼きについてはね、ちょっと考えてることがありまして、まあもちろんね、うまいし、あんこだし、たまに食べたりしてますよ。で、あれさ、たい焼きの形って、このたいのね、魚のたいの形でワッフル型みたいにして焼いてるわけでしょ。だから基本的には大判焼きとか、そういう丸いね、側が丸いような、そういう幾何学的な模様の、大判焼きって言われたり、まあ地域によって違うと思うけど、円柱を潰したような、そういう、まあ大判焼き的な、なんかあんこのやつね。それと構造は変わらないわけだけど、側がね、外側がこのタイの形になってるんで、タイ焼きと呼ばれる。で、別カテゴリーみたいになってるわけね。製造方法とかもほとんど変わらないと思うんだけども、タイ焼きはタイ焼きでこうしっかり独立してると。それなぜなのか。みんなが欲しがるからね。やっぱタイの形がいいんだよね。うん。まあ、大判焼きもうまいですけど、丸いのもいいんだけども、タイのやつもいいじゃないと。ね、魚の形もいいじゃないと。まあ、おめでたいからね、そういう方、タイの形になったという話は聞きましたよ。昔はいろんなね、形があったらしいね。うん。その魚だけじゃなくてね、いろんな形があって、で、タイが残ったということなんだね。うん。で、私はね、ここから私の妄想というか考えですけども、なんでタイの形が残ったんだと。おめでたいだけだったらそんな残らないだろうと、思うわけですね。はい。じゃあ他のやつはなんで消えたんだと。ね。そういう不思議もあるわけ。私が思ったのはね、たい焼きのこの側のね、外側が結構リアルなわけですね。リアルなタイの形をしてる。鱗とか、背びれとか、尻尾とかね、目玉とか、まあまあリアル。それはね、焼き型なんで、機能性重視で、肩抜かないといけないからね。だからデフォルメされてる部分もありますよ。だけど、まあかなり本物のタイに近いような、そういう鱗のね、形状をしてたりとか、まあ魚してるわけ。それなぜかなと考え、ずっと考えていて、最近こういうことじゃないかなと思ったのは、たい焼きって子供の頃よく食べてましたよね。まあ大人でも食べるんだけど、子供の頃に甘いからね、お菓子だから、よく食べてましたね。親が買ってきたりとか、どっかね、行った時に買ったりとか、自分で買ったりとか、してましたよね。で、子供にとってはね、このタイの形が、魚の形のお菓子っていうのはシュールなんだね。シュールというか楽しいんだよね。こう、ちょっと、グロいかなみたいな、そういう感じもあるし、食べたらうまいし。で、ここがね、私が肝になっていて、子供ってさ、好き嫌いが、あるでしょ。で、魚をね、嫌いな子もいると思うんだよ、中には。魚食べれませんっていう子もいると思う。要するに、魚の形をしたもの、焼き魚でも、煮魚でも、魚だったら何でも食べませんっていう人が、中にいると思う。まあ、アレルギーもあるんだろうけども、こう、趣味とか趣向でね、子供の時になんか嫌な思いがあったとか、そういうことで魚が食べれませんと。あるいは生臭かった思い出があって、それ以来魚がダメだと。いう人もいると思うんだよね。だからその、子供時代のトラウマというか苦手というか、それをね、解消するのがたい焼きなんじゃないかと私は思ってますね。子供ですから何らかのね、その時たまたま体調が悪かったりした時に魚嫌いになるリスクはあるわけでね、日本でこの島国で魚食べれませんっていうのはね、かなりマイナス要素だと思うんだね。生きていく上で、栄養を取る上で今はね、お肉もありますけど、昔は特に魚のタンパク質を取らないと大変なことになりますよね。うん。特に子供時代は。はい。ですからね、日本で魚が嫌いになる、子供の時に魚が嫌いになるっていうのは、
かなり、健康としては危ないことなんじゃないかなと私は思ってるわけね。だからこそのたい焼きですよ。子供にたい焼きを食べさせて、この甘いお菓子、まあ、子供は甘いの大好きですから、あんこの甘いお菓子、それがね、タイの形をしているということで魚嫌いをねさせないという、この魚を食べると甘くて美味しいという、ね、いいポジティブな記憶残るわけですから、大人になってからもですね、魚は食べ続けるという、子供時代に魚嫌いにならないで済むというね、そういう、まあ効果があったんじゃないか、だからこそ残ってるんじゃないかなと私は考えてるわけ。これ合ってるかどうかわからないけどもね。ということはですね、他の食品にもそれが言えて、例えばたこ焼き、たこ焼きですね、たこ焼きのタコ入ってるでしょ、あれ別にいらないよね、タコじゃなくてもいいよね、別に何だっていいわけ、ちくわだっていいだろうし、はい、でもタコ入れてるわけで、たこ焼きって言って書いて看板にタコの可愛らしい絵がね書かれてると、あれはですね、やはり子供がお祭りの時にたこ焼きを食べて美味しかったなと、そういう思い出が残ると。で、看板とかに可愛らしいね、もうリアルなガチのグロテスクなタコじゃないですよ、可愛い漫画のタコが書いてあって、それを食べてるんだと、楽しい思い出がたこ焼きには残る、タコには残ると。だから子供時代に例えばグロいタコをね見てしまっても、あ、嫌いにならない、 あれはたこ焼きのタコだと、むしろうまそうというね。だからそのなんていうかな、タコが食べれないっていうのもね、日本で島国にいる人にとってはまあまあなマイナスポイントだよね。何も魚が取れない時タコ食べるしかないんですから、うん、ですからタコが食べれませんっていうのはね、まあやっぱり何でもね好き嫌いなく食べるという、そういうのに反してるわけね。うん、だからそのイメージだけでとかね、見た目だけで好き嫌いを起こしてほしくないんで、タコを食べてほしい、たこ焼きというね、そういうことで今でも残ってるんじゃないかなとね、私は思ってます。